第57回日本レコード大賞は2015年12月30日に新国立劇場にて発表音楽会が開催された57回目の日本レコード大賞である。例年通り発表音楽会の模様は TBS テレビ並びに TBS ラジオキーステーションに全国で放送された。ノミネート及び各賞発表は11月19日に 主催者から発表された第57回の対象は3代目ジェイソールブラザーズフロムエグザイルトライブのアンフェアワールドに決定した3代目ジェイソールブラザーズフロムエグザイルトライブは2年連続2度目の受賞で2連覇は第54回の akb 48以来3年ぶり史上7組目日本優先対象との w 受賞は2008年の エグザイル以来7年ぶり史上8組目。対象受賞曲を発表したプレゼンターは、前年に引き続き総合司会の安住慎一郎。また、最優秀新人賞はハロー。プロジェクトに所属する女性アイドルグループの拳ファクトリーが受賞。ハロー。プロジェクト所属グループの最優秀新人賞の受賞は、第52回のスマイレージ以来、5年ぶり4組目の受賞。 プレゼンターは、前年に引き続き総合司会の仲間行きへ。第2部の視聴率は13.0%。2006年に開催日を、大晦日から12月30日に移行してから、最低の数字を記録。対象受賞の選考について、週刊文春2016年11月3日、秋の特大号において、暴露記事、三代目 JSB は、レコード対象を1億円で買った。 が掲載され、年末のプロモーション業務委託書としてと書かれた1億円の請求書が公開される。翌週号の同志において、日本作曲家協会会長、加納現代がこのような事態になったことは大変遺憾で、主催者として大変申し訳なく思っていますと謝罪した。一方、三代目 JSB 側の関係者からの反応はないが、翌年以後、 LDH 関連のアーティストは各賞に受賞せず、レコード大賞と LDH はこの一件で決別されるようになった。さらに、毎年年末に前年度の日本レコード大賞、日本優先大賞を放送してきた TBS チャンネルでは編成の兼ね合いも影響し、2015年度の回を放送しない事態になってしまった。ありがとうございます。